袴田事件の再審公判に向け、午前弁護団が会議を開き、公判の進め方や今後提出する意見書などについて話し合いました。袴田巌さんは1966年、旧清水市で味噌会社専務一家4人が殺害された事件で、一度は死刑が確定しましたが、今年3月再審開始が正式に決まりました。袴田さんの犯行着衣とされる血染めの5点の衣類をめぐっては、再審を認めた東京高裁は捏造の可能性が高いなどと指摘していました。検察は先月再審公判に向けて裁判所に提出した意見書の中で、事件の1年2ヶ月後に味噌に漬けられた状態で発見された5点の衣類の血の色について、長期間味噌に漬けられても赤みが残ることは不自然ではないと主張。これに対し弁護団は、具体的にどういう場合に赤みが残るかについては触れられておらず、可能性として指摘しているだけであり科学的な議論ではないとして、近く検察の主張に対する反論の意見書を提出するということです。検察官の意見書は実際には袴田さん の非常になっているのは犯人性を立証できるようなものではないんですけれども、その非常に印象をこう悪い方向に持っていこうというようなね、そんな意図があるから、やっぱりこちらも一つ一つ反論はしなきゃいけないだろうというところで。また弁護団は、1年以上味噌に浸かった血液は実験結果に基づき赤みが残ることはないと主張する旭川医科大学の教授と助教の意見書を新証拠として裁判所に提出する方針で、これについて証人尋問の請求を決めたということです。